崇城大学工学部、今日は建築学科にお邪魔します。建築学科では建築物の設計やデザインだけではなく、建築材料や構造、都市計画など様々な専門分野を学ぶことができます。それでは早速取材してみましょう。今机でどういうことをされているんですか？空間の図を描いて、どういう風にその空間が配置されているか、どういう意図があってどういう効果があるのかみたいなのを考える実習をしています。先ほどのアーキワークの実習の発表を行っているそうなので、中に入って見てみましょう。これ今皆さん何をされてるんですか？内部空間と建築のつながりを意識して捉えてみるっていう、それを作った設計者がどんな意図でこんな風にしたのかみたいなのを考えてみるって感じです。なるほど。ここでは建築素材の強度試験を行っているそうです。早速中を見てみましょう。難しいところって何ですか？データの整理とかをするのがやっぱ難しいです。計算だったり。そうなんですね、はい。この授業はどういったことを測っているんですか？建物を支える梁という横方向の部材があるんですけれど、はいはい、その梁がどれくらい持ちますかというのを調べるための実験です。建築学科に来てほしい学生さん教えてください。幅広い分野の知識が必要となるので、いろんなことに興味を持って進めてもらえる学生さんが向いているのかなと思います。こんにちは。こんにちは。都市計画ってどんなことをするんですか？都市をより良いものにして住みやすいものに変えていくということで、そういったことを。卒業研究のテーマってどういったことを今されていますか？車椅子ナビというものを開発しておりまして、はい、車椅子使用者を対象に街中で車椅子使用者が活動しやすいようにするためのアプリを開発しています。住みやすい街づくりにつながっていくんですね。建築学科の皆さんが考える未来の街づくり、とっても楽しみですね。